はい、こんにちは。札幌占い美容師の後藤です。今回はツイストパーマーちょっとやりたいと思います。でまずベースをカットしていきます。あんまりこう周りブロックを入れすぎちゃうと、まあ、やりがちなスタイルになるんで、まあ、少し長さを残しながら、ちょっと前の方、まあ、ブロックにはするんですがディスコネを作って、上の方パーマを巻きます。で巻いた後に、まあ、ツイストの毛先ってどうしても汚くなっちゃうんで後でちょっとアフターカットでその部分をちょっと調節するっていうような感じでまずのプレのカットを、まずしていきたいと思います。横から見た時にかっこよくなるぐらいのラインでちょっと切りたいです。まあ、ブロッキングを、まず取ります。でバックウェイトちょっと決めるんですけど、まあ、どの辺の長さにしたいのかなっていうのをバックのウェイトをちょっと決めますね。はい、まあ、サイドはまあこの延長線上ぐらいでちょっとバック取ろうかなと思います。はい、であんま上までやっちゃうと、ちょっと重さが下がった感じのスタイルを作りたいんで、あんまりブロック上げないでちょっと下目でいきたいと思うんで、まあ、この辺りかなっていうことで、ちょっと止めます。反対側も同様にちょっと止めます。なんかねツイストパーマもね最近ちょっといいかなと思ってて、で結構ツイストパーマもいろんなかけ方がちょっとあるので、まあ前やったね、プレルツイストっていうやり方もありますし、ちょっと今日また違った、もうちょっとシンプルなツイストパーマをちょっとやっていきたいなと思っております。まずあのサイドから、切っていくんですが、ちょっと多めに取れる、ブラッドセニングっていうのがあるんで、このブラッドセニングって 50% なんですね。はい、このブラッドセニング仕事が早いんでメンズとか子供カットで使っちゃうんですけど、まあ、今日は通常通りカットするんですけど、結構ここの長さで結構変わるんで、結構切り込んでもここの長さがあればあんまりあのエラが強調されなかったりとか、女性のショートでもそうなんですけど、まあ、どうしてもちょっと年配になってくると、顔が下がってきてしまって、どうしても大きい顔が目立ってしまう。はい、上です。今度はここに、要はパーマをかけていくんですけど、ある程度キットがないとちょっとウルフベースで、カットしたいなと思ってるんで、普段やってる感じでいいのでこのような感じに切っていきますね。左右合わせていただいて、はい、若干前上がりですよ。いいでしょうかね。まあこんな感じにベースが作れられたので、はい、ちょっと前髪の方もちょっと切ります。ちょっとマッシュベースでつなげる感じですね。ベースカット終了、あとはそぎをちょっと入れたりとかちょっとしていくので、この指をこういう風に持ってもらって、こうですね、こう持つ感じですあるようなイメージでちょっとこうやってるので、トップのあたりです。前髪はちょっと重めにしたいのでトップのところをちょっと、はい、こんな感じで出来上がりです。はい、ここから、パーマをちょっとかけていきたいと思います。トップとアウトラインをまずちょっとつけるやるんですけど、はい、プレルツイストは、まあ、以前やったんで覚えてるかわかんないんですけど、今日のね、ポイントなんですけども、ちょっと絵が下手なんですけど、まずですね、これで、まあ、カットは、まあ、このだいたいこのラインぐらいですね。ここを、まあ、ウェイトちょっと下めなんですけど、ここをですね指1本で、切ってる感じです。使ったのはブラントセニング、ブラントセニングと T3 ですね、 T3 セニングで、ここを短く切って、でここがまあちょっとディスコネになってる状態ですね。ここはまあ短い状態です。まあ、腰に残ってるこういう感じですね。で、先ほど言ったポイントなんですけど、ここのポイントなんですけど、あのエラが張ってる方はで、パーマ、ツイストパーマになるんですけども、プレルツイストのパーマを、はい、プレルツイストですね、だいたいこの辺、これがプレルツイストの場所です。で、あとこのアウトラインです。この辺、こうもうちょっといいかな、この辺かな、これが、これプレルツイスト巻きですね。ここが向きがこういう向きです。基本下なんですけど、前髪下にやっちゃうと取れちゃうので上に向けてます。ただ前髪の場合はあんまりこの、ツイストした時に、であと薬ですね、薬は、
ここにしましょう。髪の毛がこうあったら、ここ新鮮毛じゃないですか。で、この辺は結構そぎが入ってるんで、ちょうどよくかかるかなという感じですね。結構根元がかかんないことが、ツイストパーマだと一番変なんですよね。毛先だけなんかバサってなっちゃってるみたいな感じになっちゃうので、ツイストパーマは本当根元がかからないとダメなんですよ。なので、特にツイストパーマの場合は根元しっかり還元させます。で、剛毛の方は、特に、スタイリング自体はもうシャンプーするみたいな感じに、ちょっとつけていただいて、感じですね。シャンプーする感じにつけて、もうもじゃもじゃってこうやって、あと前髪のニュアンスとかをちょっと作っていければ、結構まあ、皆さんパーマ普通なんですけど、ツイストパーマなかなか、ないっていうか、ツイストパーマってなかなかね、まあこんな感じです。デザインとしては。で、もうセット今ほとんどしてない状態ですけど、このぐらいの感じなので、まあ、多分これだったらカット込みで1時間半でいけるかなと。まあ、僕はいけます、このぐらいだったら。この程度だったら簡単、まあ簡単なんで、この通りやれば皆さんもいくかなと思うんですけどね。はい。っていうような感じで、まあ、あとスタイリングの仕方とかいろいろあると思うんですけど、まあ、2ブロックラインも極端に上げず、ブロックのところはちょっと長めぐらいにして、まあ、今皆さん結構切っちゃってるんで、まあ、みんな同じスタイルになっちゃいますから、バックもちょっと少し毛が残ってるぐらいの感じですね。まあ、こっちでもいい。こっちの方に切ったんだっけな。こっちか。こういう風な感じで、やっていただけると結構いいかなと思います。で、前にかけてるんで、ちょっと前側にイメージしたような感じになるので、なんでこのぐらいのニュアンスでこうデザインが作れればいいのかなっていう気がします。はい、こんな感じで、OK かなと思います。はい、で今日の動画は以上になりますね。またよろしくお願いいたします。